国立がん研究センター中央病院骨軟部腫瘍科希少がんセンターの小林英介と申します。本日は骨の肉腫、いわゆる骨に発生する肉腫についてお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず骨の肉腫とは何なのかということです。肉腫とはがんの一種でもあります。 ただし通常がんと呼ばれるものは上皮細胞由来であるのに対し肉種はその発生が脂肪や筋肉骨など非上皮性細胞からなっております肉種もこのためがんの一種でありますが中でも骨に発生したものの肉種を総称して骨の肉種と呼んでおります骨の肉種の特徴は主に大きく2つあります1つは その希少性です極めてまれながんでありいわゆる希少がんと呼ばれるものの一つになりますこのため診断や治療できる施設も本邦では限定されております2つ目の特徴としてその多様性があります骨は体中のどこにでもあることからどこにでもできます。また 骨の肉腫と一概に言っても、病気の種類や性格は多様性に富んでおります。さらに、発症年齢も様々であり、特に若い世代にも多くなっております。最近話題になっている、あや世代にも多く認められます。骨の肉腫の発生頻度はどのようなものでしょうか。肉腫は一般的に骨もしくは南部に発生しますが、骨と南部の割合は、 1> 約一対三となっております。骨の肉腫は肉腫全体の四分の一にすぎません。また、本邦での一年間の骨の肉腫の推定発生数は約千人とされております。非常に稀な病気であります。骨に発生する悪性腫瘍、いわゆる骨の肉腫の中では、どのようなものが多いのでしょうか。本邦の統計では、約三分の一を。 骨肉腫が占めております。また骨肉腫に次いで軟骨肉腫という肉腫が多くなっております。最も多いものは骨肉腫、二番目は軟骨肉腫なりますが。血液癌を除くと、次いでユーイング肉腫、脊索腫などが多い疾患となっております。骨の肉腫の原因は何でしょうか。またその遺伝性はあるのでしょうか。 他のがん同様に、明確な原因は特定されておりません骨の肉種の一部では遺伝子の異常が報告されておりますが基本的に家族への遺伝性はないとされていますしかし極めてまれではありますが家族性に肉種を発送する症候群が知られておりリ・フラウメニ症候群と呼ばれております骨の肉種の症状と診断について述べます骨に肉種ができた場合 主な症状は痛みにななななりりまますが、が病気が進行しないいとと症状をさないことも少なくありません。実際に画像診断では単純レントゲン CTMRI などの画像検索を用いて行っていきますが画像診断だけでの確定診断は困難であり実際には確実な診断のためには「整検という組織を採取する検査が必要になります。 この「生検」という検査は必ず専門施設で行うことが望ましいというふうにされておりますもし骨の肉種と診断された場合にには治療が必要になります通常のがん同様に肉種に対しても治療の3本柱は手術、化学療療法、法放射線療法になりますしかし骨の肉種の場合はその種類によって選択すべき治療が異なってきます。 骨肉腫の場合、手術と化学療法が主に行われます。軟骨肉腫の場合には、手術のみが行われることが多くなります。また、ユーイング肉腫では、手術、化学療法に加えて放射線療法まで行われることも多くなり、肉腫の種類により治療法が異なるという特徴があります。今回は、最も多い骨肉腫の治療について述べたいと思います。 骨肉腫に対する標準治療は世界的にもほぼ定まっており術前の化学療法に加えて手術を行った後に術後にも化学療法を行う必要があります術前より化学療法を行う理由としては潜在性遠隔転移病巣の根絶腫瘍の縮小による監視機能の温存また 抗がん剤の感受性の確認などがその意義として挙げられることができます骨肉腫の化学療法としては現在世界的な標準治療として術前術後にマップ療法というものが行われていますマップとはそれぞれメソトレキセイトアドリアマイシンシスプラチンの頭文字を取ったものになっております 次に骨肉腫の外科的治療について述べます。骨肉腫の外科的治療は大きく2つに分けられます。温温存存術術と理断術です。監視温存の場合には欠損した骨を補うために人工関節による手術もしくは骨の移植による手術を行うこととなります。実際にどのような場合にこの2つの手術を選択するかと申しますと。 神経や血管が腫瘍に巻き込まれておらず温存可能な場合には足を残せる可能性が高まります一方神経や血管が腫瘍に巻き込まれている場合には節離断術を選択しなければならない可能性が高まりますまた骨肉腫は成長期に多い腫瘍であることから伸ばすことができるいわゆる伸長型の人工関節を使用することもあります 1>, 1回の手術で約1.5センチ延長可能となっておりますこの患者さんの場合には身長が40センチ伸びたことに合わせて延長術を計5回行い足を約7.2センチ伸ばしております現在の骨肉腫の治療成績について述べます現在骨肉腫の治療成績は 術前術後の化学療法及び手術を行った場合に死死発生の骨肉腫においては3年生存率が約75%となっております今後は現在究明できない残りの25%をどのように治療していくかということが課題となっております骨の肉腫に対しても新規治療の開発が求められておりますしかし残念ながら 骨の肉種に対する新規治療薬の臨床試験は過去15年間本邦ではわずかにあったもののいずれも有効性を認めることができず薬剤の承認申請にはいたりませんでした今後はこのような希少疾患においても治療開発が進まれる領域ではありますが新薬の開発が望まれているという状況であります。 最後に骨の肉腫についてまとめます若年者にも多い希少癌の一つであります骨の肉腫の中で最も多い疾患は骨肉腫となっております複数の治療を組み合わせることで過去30年間骨の肉腫の治療成績は向上してきましたこのような希少疾患においても 今後は新たな治療薬の開発が望まれているという状況があります。以上です。